タイピングのアプリで、上位 1% のスコアを出したので、それも自信にあります。大体の仕事をフリーランスでやっていて、そのお仕事もスマートフォンでやったりしているので、人よりは少し早いのではないかなというふうには感じます。今私50歳なんですけど、10歳の時に最初にマイクを買って、当然これキーボードがあって、これで早く打ちたいなっていうので40年仕込んできた40年の歴史をぜひちょっと今日頑張って出したいなと。さあ、今回のフリックとキーボードの入力対決、一体どちらが勝つのでしょうか。ナレーションはマイナビニュース編集部の杉田、解説としてマイナビニュースデジタル編集部の林編集長にお越しいただいています。林編集長、早速ですがこの対決どう見ますか。現役の学生とベテラン編集者ということで、ややキーボードが有利なのではないかと思うんですけれども。はい、林です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、今回の対決なんですけれども、個人的にはキーボードの磯さんに頑張ってほしいですね。ただ私もですね、いろんなところで学生さんのフリック入力見てきてると、その速さに最近すごく驚いてまして、どちらが勝つかちょっと分かんないですね。はい、ありがとうございます。はい、早速1問目が表示されましたね。以下のテキスト内容を正確に書いてくださいということで、今の総理大臣から2代前の安倍総理大臣までを書くということなんですが、スピード勝負ではあるのですが、入力ミス1つにつき1秒加算されますので、ミスなく丁寧に早く正しく打つことが要求されますね。そしてこのテキスト内容だと、ベテラン編集者の磯さんも書き慣れてない文章ではないかと思います。問題文を見るとですね、総理大臣の名前だけではなくて、記号があったり開業があったりスペースがあったり、この辺りをどう処理するかが見どころかもしれません。ちょっとキーボードが有利なように感じるんですけれども、杉田さんは普段スマホで記号って入力しますか。普段スマホを使っているとあまり記号を入力する機会がないので、もしかしたらその辺ミスが発生しやすいかもしれないですね。はい、では1問目がスタートしました。磯さんのキーボード音がすごいですね。事前の調べでは、今回の対決で磯さんが使っているキーボードは自分で作った特注品とのことです。中に真鍮が入っているということで持たせてもらったんですが、とても重かったです。磯さんはですね、すごくキーボードマニアで、家にも何台もキーボード持ってて使い分けてるらしいんですよね。本当に好きじゃない人にはなんかよくわかんない趣味ですね。そうかもしれないですね。お、それ完成ですね。フリックの井上さんが取りましたね。改めて結果をお伝えしますと、井上さん45秒、磯さん60秒、山口さん65秒という順番だったのですが、ミス1つにつき1秒の加算をさせていただきますので、井上さんが11個のミスでプラス11秒、磯さんが2つのミスでプラス2秒、山口さんがミスなしということで、最終結果は井上さん56秒、磯さん62秒、山口さん65秒ということになりました。林さん、初戦はフリックが取りましたね。この結果いかがですか。
はい、これちょっと問題文のお伝えの仕方が悪かったと思うんですけども、井上さんちょっと最初の総理大臣の名前から入ってしまったのでミスがちょっとかさんでしまったんですけれども、それでもトップなのはさすがでした。さすがということですね。さあ続いて2問目がこちらです。今回は箇条書きではなく文章になっている問題ですね。リンゴ5個とみかん6個を買うと760円でした。リンゴ3個とみかん4個では480円でした。このことからリンゴ1個とみかん1個の値段はいくらでしょうか。算数の問題文のようですね。これだと文章を書き慣れている磯さんが有利ですかね。これも分かりませんね。確かにキーボードでも普段記者として文章はよく打ちますし、フリックの皆さんも文章という観点では普段から割と書き慣れてるような気もします。いい勝負になるかもしれないですね。フリックの山口さんが取りましたね。改めて結果をお伝えしますと、山口さん29秒、磯さん36秒、井上さん39秒という結果で、井上さんだけ3つミスがあったのですが順番は変わらずですね。林さん、全3戦の勝負なので早くも勝敗がついてしまった形になりますが、最終問題だけでもキーボードに取ってもらい一矢報いてほしいですね。はい、2戦目で勝負がついちゃうとは思いませんでした。これ磯さん編集部戻ってきたらちょっと罰ゲームですねとはいえ本当に最後1戦ぐらいは意地を見せてほしいです。はい、磯さんにも期待しています。最終問題が発表されましたね。最後は1分間昨日起こった出来事を書いてくださいということで自由作文みたいですね。こうなるといつもの定型フォーマットがある人が有利になってきそうな感じもしますが、林さんいかがですかね。はい、自由作文ということは普段記事を書くのと似てるところがあるんですよね。頭で文章を考えてそれを打ち込んでいく。磯さんも普段これは慣れてると思うのでちょっと期待します。とはいえフリックのお二人も普段普通にタイプしてるやり方だと思うので、やっぱこれもいい勝負になるでしょうね。まあ、磯さん頑張って。最後の1問スタートしました。磯さんの目に1問目2問目以上の気合を感じるのですが、これは私だけでしょうか。さすがに2つ取られたらあとはもう意地の世界ですからね。頑張ってほしいですよね。20秒経過。ここまで一方的な展開になるとは思いませんでしたね。意外と見てると皆さんタイプミス多いですね。30秒経過。やっぱり焦りが出てるんでしょうかね。普段こんな対決やりませんからね。40秒経過。残り10秒。5、4、3、2、1、終了。はい、ということで1分経過しました。最終戦の
結果はフリックの井上さん、強いですね。改めて結果をお伝えしますと、井上さんが全角換算で155文字、半角換算で310文字で1位、2位が磯さんで全角換算で141文字、半角換算で283文字、そして山口さんが全角換算で123文字、半角換算で247文字という結果になりました。いやー、井上さん一人だけ半角換算で300文字突破ですよ。すごくないですか？そうですね、1分間でこれだけ打ち込めるのは早いですね。さすが慣れているといったところですかね。さあ、以上で全3問が終了しまして、もうご覧になっている方はお分かりの通り、フリック入力が3戦全勝ということで圧倒的勝利でしたね。林さん、今回の対決を振り返ってみていかがですか？全体通してみると磯さんちょっと緊張してましたかね、まあ、とはいえ全部2位ですから、これはこれでいい結果だったと思います。はい、はい、ありがとうございます。この対決面白かったなと思った方はぜひチャンネル登録高評価をお願いします。それでは皆さん、第2回また別の対決でお会いしましょう。林編集長、ありがとうございました。ありがとうございました。